どうして泣いているの？どうして迷ってるの？どうして立ち止まるの？ねえ教えて。いつから大人になる？いつまで子供でいいの？どこから走ってきて？ねえどこまで走るの？居場所がなかった、見つからなかった、未来には期待できるのかわからずに、強い子だねって言われ続けてた。泣かないで偉いねって褒められたりしていたよ。そんな言葉一つも望んでなかった。だからわからないふりをしていた。どうして笑してそばにいるの？どうして離れてくの？ねえ教えて。いつから強くなった？いつから弱さ感じた？まで待っていれば分かり合える日が来る。もう日が昇るね、そろそろ行かなきゃ。いつまでも同じところにはことっていつか裏切られ跳ねつけられることと同じと思っていたよ。あの頃同じ力どこにもなかった。きっといろんなこと知りすぎてた。いつも強い子だねって言われ続けてた。